姫路ちゃんぽん焼きちゃんぽん焼きは兵庫県姫路市周辺で食べられている麺料理で焼きそばと焼きうどんを合わせたもの。姫路では定番グルメになっている。長崎発祥のちゃんぽんは復権料理をベースとしたラーメンの一種だが、ちゃんぽん焼きはあくまでも焼き麺である。太さと腰の異なるうどんと中華麺の2種の麺に甘辛ソースが絡み合う。具材はキャベツ、もやしなどの野菜に、 豚肉や筋肉などをミックスして鉄板で焼く。太さの違う麺が合わさった食感は、新感覚として、テレビ番組、秘密の県民賞や、ヒルナンデスのコーナーで、うまい、門横丁のちゃんぽん焼きが紹介されるなど、各種メディアで取り上げられてから、他地域でも知られるようになった。ちゃんぽんとは、混ぜこぜという意味であり、姫実習編だけで焼きそばと焼きうどんを混ぜたものを、 意味するが、なぜそうなったかは不明。昭和時代の1950年代から、姫路市では食べられており、姫路市を中心に発店舗を展開するスーパー、ベルゼの惣菜コーナーでも、姫路ちゃんぽんという名称で売られている。AB 大日本観光新聞ちゃんぽんの由来、アーカイブド2007年5月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ルルブ・ヒョ16姫路情報館発覚から、 うまい、門横丁のちゃんぽん焼きが、関ジャニエイト横山くんが選ぶ、最も食べたい、ご当地うどんに、高次園価格コム公式サイト、秘密の県民賞で紹介されたグルメ情報、ホリホリの姫路ガイド、ありがとうございます。